私は友人のうちに遊びに来ていたのですから、あるいは土地の人かと思ったのですが、その人はまるで二度と帰らない海の果てに行ってしまうように見えたのです。私は思い過ごしをしていたのでした。その人が先生だったんです。ただそれだけに過ぎなかったのですが、その時から僕はなぜか先生に強い惹かれるものを感じるようになったのです。しかし僕にも先生がどういう人なのか分かりません。実は私少し思い当たることがあるんですけれども。先生がああいうふうになられた原因についてですか。あなた判断してくだすって言うから。私にできる判断ならやります。先生がまだ大学にいる時分、大変仲のいいお友達が一人あったのよ。その方がちょうど卒業する少し前に